質問は、煩悩を減らすには親鸞聖人は異能水波無明暗とんない心臓死運上部真実新人典ね、こういうふうに教えられています、うん、ね、異能水波無明暗本来心臓死運無上部真実新人点、ね、ここで煩悩まあ診断会ではねこれを出して煩悩は変わらないっていうふうに使ってるんですね。煩悩は変わらないっていうふうに使っている、うん、でもこれはちゃんと分析する必要があるわけですよ、うん、分析ね。いわゆる頓内心臓の運無、これが煩悩ですよね。頓内心臓の運無、ここが煩悩起こすんです。これはあくまでも頓内心臓の有無ですからね。煩悩にはもう一つ正多明門利用の煩悩がある。でも今深堀さんの話を聞くと、ね、この上部ね、上部っていうのはいわゆるごまかすってことね。ごまかすために煩悩を起こすわけ。見えるものを見えなくさせるために煩悩を起こすんです。この真実信心の点って何かっていうと、真実信心っていうのはね、何が正しいか何が間違っているか、ね、
それをはっきりと教えてくれるものが信心。何が正しいか何が間違ってるかっていうことが分かると私にとって都合が悪いんです。だからごまかすんです。でも信じ信じって仏教的にいいもんじゃないですか。いいもんっていうか、そう、何が正しいか何が間違ってるかっていうことが分かればね、正しいことをやって間違ったことをやめればね、私たちは苦しみから離れて幸せになることができるわけだから、何が正しいか何が間違ってるかっていうことは私たちが幸せになるためにものすごく大事なものなんです。ところがそれが私にとって都合が悪いんです。そこでその都合の悪い何が正しいか何が間違ってるかっていうことを見えなくさせるために煩悩を起こす。それはなぜかというと、ね、今までは無明があったからなんです。無明っていうのはこの場合無明っていうのは無明っていうのは暗いってことね。暗いということがわからないほど暗いってことなんです、ね、暗いっていうことがわからないほど暗いと煩悩いろいろぶつかってしまう。暗いっていうことがわからないほどぶつかってしまうっていうことが少しでもわかるとね、暗いっていうのがわかってるってことです。無明っていうのはね、暗さもわからないほど暗いんです。ぶつかったらこうやって乗り越えていくわけ。わかる？それが暗さもわからないほど暗い。そう。つまり。ね、無明っていうのは 100% 私が正しい、うん、という思いってことです。100% 私が正しいと思っていた時は自分に間違いなどあるわけがない。じゃあ間違っているものに対して、どうなります？私は間違うはずがないですよね。間違うはずがなかったら、間違っているものに対して、責めますね。責める。ただ責める。思いっきり責めますよね。思いっきり。ところが、イーノースイーハー無明、無明の闇が破れたならば、どうなる？100% 私が正しいという思いが、破れる。そうすると、私にも間違いがあると分かる。なぜか。まあ、これは、あくまでも、他力の信念をいただいているという前提の話だから、ね、何が正しいか何が間違ってるかっていうことを教えてくれる仏の心をいただくからなんです。でも普通の人はそういうことはないので、仏教の教えを聞いて、ね、何が正しいか何が間違ってるかを教えてもらうと、
自分が 100% 正しいっていうところに立てなくなっていく。そうすると、うん、そうすると私にも間違いがあると思ったらどうなりますか。え、そんな思い切り責められなくなる？責めれなくなる？そうですか？え、責めてます。え、責めてるって言いたいんですか？あれはあいつが悪いんだ、うん、あれはこういう理由なんだ、ね、私悪くなくても向こうの方が向こうの方の方が絶対的に悪いですもんね。絶対的な量は悪いじゃないですか。絶対的に悪いです。僕もちょこっと悪いかも。悪いそう、ちょっと悪いかも。相手の方が絶対的に悪いですよね。そうそう、自分その相手に対して思い切り攻めたことは自分がちょっと悪くても割合じゃないですか。自分はちょこっとでも悪かったら自分は思いっきり攻めたことが返ってくる。でも返ってくる、くると苦しいでしょ、うん、そうするとどうする。私が悪いわけじゃない、私はちょっと悪いかもしれない、でももっと悪い。これを何て言う、これを煩悩っていう。結局私は悪くないっていうところに立ちたいんです。ちょこっと悪いって言いながらちょこっと悪いってならないじゃん。一生懸命一生懸命自分は悪くないってところ。だから、うん、相手が悪いのは間違いないんですよ、これは。うん、それは悪いのは間違いない、悪いのは間違いないけど、それを責めたら、あ、なんか僕責めなくなったんですよ。あのこの世の中の道理を悟ったんで、あのもう責めなくなったんです。あ、本当にそれ素晴らしい。この世の中って鬼畜ばっかりじゃないですか。うん、要するに野生なんですよ。うん、食われる世界なんですよ、うん、だから食われないように努力する、うん、食われたか自分の力がなかったからもっと力を手に入れなきゃならないなって努力する方向に向かおうと、うんうん、あ、素晴らしいじゃん。そうしたらごまかすことがなくなりますよ、うん、ごまかすことがなくなったら煩悩も、うん、減る。そうなん、これだけのことです。じゃあいいんですか。うん、責めることがなくなったならば、それは煩悩も減ってるはずです。だから不安をごまかすために欲に走ることが楽しくなくなっていくはずなんです。本当に責める心がなくなったならば、ね、責める心がなくなったら、ね、いわゆる 100% 正しいっていうところに立ってるから容赦なく相手を責めるわけ、ね、自分に跳ね返ってくることはないと思うから。でそれが結局何が正しいか何が間違ってるかっていうことが分かってくると、自分は間違ってるっていうことになっちゃうわけ。間違いもある。100% 間違ってるわけじゃないよ。 100% 間違ってるわけじゃないけど、私に間違いがあるっていうなの。そうすると自分が責めたものが間違いがあるってなると、自分のやったことが跳ね返ってくるわけ。そうすると跳ね返ってくるとね、跳ね返ってくると不安になるんですよ。不安になる。そこでこの不安をどうする。
うん、ごまかす前。全部かす。うん。かくあるべしで隠すのか。で隠すわ。ね。そして。で、そうって正当化する。うん。もういいですよ。正当化する。でもいいです。かくあるべしで、うん。自分は正しいところに立って隠す。うん、そして、そうなれない時間は煩悩を起こす。だから、かくあるべしだと疲れるから、休憩時間は欲に流れると、うん。思い通りにならない人を責めるとか、っていうふうにするわけです。うん、ね。これが、だから、煩悩か、かくあるべしで自分を責めて動かすかになる。だから煩悩を減らすっていうことは、煩悩を減らすっていうことは、一つにはね、間違いのある人がいたとしても、自分にも間違いがあるんだから、ね、自分を苦しめたくないなっていう気持ちで許してあげることが大事。許せば不安が減るんですね。今現在、そもそも僕に関わってくる人っていうのがほとんどいないんで、直接的に被害を受けてることはないんですけれども、まあ、例えば社会とかおかしいなって思うことがいっぱいあるので、まあ、おかしいと思うのはいいんですよ。それを責める心がなければ。責めても何も変わらないなって思うと、うん、責めても何も変わらない。そうなんです。でも責めるっていうのはね、正しさの上で責めるわけ。つまり世の中を良くしようと思って責めなくちゃいけないとかだね。こういう悪いやつはいなくなった方が良くなるじゃないかとかね、そういう心があったらそれは責めてるってことなんですよ。つまりそういうものがこの世からいなくなった方が世のため人のためだっていうふうに思う心がある。でもそれは自分の中に間違いがあった時に、こんな自分がいなくなれば世のため人のためっていうふうになっちゃうわけ。だから悪を犯したからといってね、もちろん悪はやっちゃいけないんですよ。悪はやっちゃいけないけど、でもそういう人がいるのも、この世の中にいるのも仕方ないし、ね、自分も許し、みんなからもそういうものがいることを許されて生きてる世界なんだっていうふうに思う。そういう世界になってほしいなとは思いますよ。ああ、よく生きづらい日本がっていう記事たまに読んだことあるんですけど、はい、そう、なくなった方がいいに決まってるんですよ。でもそういうものがなくなった方が世のため人のため消え、ね、でも消えた方がいいんだ。そういう、ね、人が消えた方がいいんだ。つまりそういう人が死ねば世の中良くなると、そういう人が消えれば良くなると、ね、例えば鴨村市長がその金メダルを噛んだと、もう鴨村市長さえね、この世から消えてくれれば世の中が良くなると、こういう発想が良くないってことなんです。その人が反省して生きていくとなった時にね、同じ人間として見てあげられるかどうかっていうことなんです。そういうふうに悪を責める心がなくなる。それは自分は 100% 正しいと立てなくなるから。そう、つまりごまかしてる間は 100% 正しいのを立ってるんです。丈夫、これは全ての人の姿じゃないわけ。親鸞聖人の姿なんですよ。親鸞聖人は 100% 正しいところに自分は立ってたわけ。無明の闇が破れてる。それは他力の真にもらっただけだから。だから自分の間違いが、自分にも間違いがあると認められてなかったわけ。
でも間違いがあるって他力の信心で知らされる。そうするともうごまかさずに折れないわけ。だから煩悩があたかも変わらないように書いてある。でもこれは全ての人の姿じゃないわけ。この分析をするね、分析をすると、ね、100% 正しいっていうところに立ってる人の姿なわけ。だから 100% 正しいってところに立てなくなった、自分にも間違いがあるっていうことが分かった、ね、世の中っていうのは自分も間違えるしみんなも間違いがある、そういう中みんな許され合って生きてるんだということが認められるようになったら、ごまかさなくてもいいじゃん。自分の間違いが見えてるかなって言って、だから煩悩も減るんです。だから信頼がいる煩悩がなくならないっていうのは悪を徹底的に責めるから。悪を責めなくなったら煩悩も当然減るんです。なぜごまかさなくていいから。だから欲がね楽しくなくなるんですよ。欲を満たすことが、煩悩が減ると楽しくなくなったら、それがまた苦しみになって、それをもうそれは苦しみ、じゃあ欲を満たせないことが苦しみじゃなくて、欲を満たすのはごまかしだから、うん、欲を満たせなくて苦しいのはもともと苦しいから、そう。だからもうその罪悪を減らせば、もともと苦しいのが見えてくるんじゃないですか。ええ、欲を減らせばもともと苦しいのが見えてくる、うん、罪悪を減らせばその苦しみもなくなる。あ、罪悪から不安が起きるから、そうそうそう、その不安をごまかす、うん、そう。だから欲を満たせないと苦しいっていうのはまあ罪悪を持ってるから、うん、だからもう罪悪を減らす方向に心が向いていくわけ、うん、それが本当に何が正しい何が間違ってるかっていう基準となるから、自分の中で罪悪を減らすのが正しくて、うん、罪悪を作っていくのが苦しい、悪という基準になると。そうそうそう、だから苦しみがどんどん抜けていく方向に進んでいくわけ、うん、その先にあるのは仏なわけ。楽しくなくなっても欲が楽しくなくなると罪悪が見えてきて、罪悪いや欲が楽しくなくなると苦しみが見えてくる。結局苦しみをごまかすのが煩悩だから、だから苦しみが見えなくなってるのが楽しいって言ってるだけで、苦しみがなくなってるわけじゃないわけ。それは欲を満たせなくなると自分の作ってる罪悪の結果として苦しみが見えてくるわけ。その苦しみは罪悪が生み出したんだっていうことがそこで仏教を聞くと分かってくるから、罪悪を減らしていこうっていう気持ちになる。むしろ理性的にはそう思いますけれども、そう、感情的には煩悩を満たせば幸せになれるとしか思ってないから。だって欲は楽しいじゃないですか、うん、美味しいもの食べた時の強烈なあれがあるじゃないですか、うん、でも罪悪を減らして苦しみを減らそう、いやだからそのね、その思いますけど、煩悩が減ると美味しいもの食べたら美味しいけど、うん、ね、ああもうこんなすごい美味しいもの食べて幸せな気分に浸りたいっていうのがなくなるってことです。美味しいんです、あ美味しいなっていうのはなくなりますよ、味覚ですから。ああ幸せっていうのがなくなるって、うん、幸せがなくなると寂しくないですか、というか逆に苦しいっていうか、うん、
それが仏教と言われても自分で話して自分で分かってるじゃないそう、だから欲が楽しいっていうのは、その楽しみは必ず思い通りにならないときに苦しみを生み出すわけ。ね、だから欲を満たして楽しい楽しい楽しいって言うと、後から思い通りにならないことが苦しい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 ってなるわけ。それをなくすためには、欲が楽しいっていうことがなくなれば、思い通りにならないことが苦しいっていうこともなくなるわけ。その苦しみの度合いが欲が楽しいと思えば思うほど苦しみが大きくなる。だから欲が減れば思い通りにならないことも、つまり欲っていうのはね、思い通りにならないことが起きないという前提でしか楽しめないわけ。だから欲に浸れば浸るほど思い通りにならないことを全部先送りにして楽しんでるだけなんだ。それが思い通りにならないことをちゃんと意識して欲に流れるようになる。例えば、ね、世の奥様だったらね、今から遊園地に行くぞ、ね、わあ子供たちのお父さんは楽しむぞとか言う。お母さんは楽しめない。どうして？そう、晩ご飯作らなくちゃいけないで、僕はもういいんですか、減ってるんですか。だから減ってるってことですよね。だから前と比べて、前はすごく攻めていたけど、攻める心が減ったと、減ったっていうことはね、それは煩悩時代の減ってるはずなんです。それと同時に欲も残念ながら楽しくなくなってる。だから残念ながらっていうことは残念なわけなんですよそう、残念だって、その気持ちは分かるんですよ。残念だっていう、私たちは迷ってるから。うん、ね、仏様の世界を幸せと思ってないから。いや、だから残念なことが苦しいから、またこう、あの、残念なことが苦しいから欲を求めて罪悪を作るんです。うん、え、なんで罪悪なの？欲は楽しいじゃん。欲が楽しいのは罪悪を作るからなんです。美味しいものを食べたりお酒飲んだりするのは、それは罪悪作ってなきゃ楽しくないの。罪悪ゼロの人がどんなに欲に流れても全く楽しくないの。楽しくないから楽しもうと思ってで罪悪を作る。いやいや、違う、楽しもうと思って美味しいもの食べたりお酒飲んで、いや、罪悪を作るんです。もう僕の実感として、本当にね、本当に罪悪作るの自分を傷つける。自分を傷つけて怪我して楽しむ。自分を傷つけるっていうのは具体的に別にこうなる。自分を傷つけるっていうことは、自分をないがしろにしたりとか、自分をほったらかしにしたりとか、自分なんてどうでもいいやとかと思ったりとか、自分を一生懸命欲に流れて一生懸命自分の心を怪我したりとか、とにかく私たちはね、自分を大事にするって、自分の心をいつも見ている状態が自分を大事にしてる。その自分をあえて見ないようにするとか、
はいはい。同じこと聞きますけど、見るとか見ないとか、それが分かれば、例えばね、欲を満たせないってなると苦しくなるでしょ、うん、なんで苦しくなる、欲を満たしたいのに満たせない、違う違う違う、苦しんでる自分を見るから、もともと苦しいんだ、そう、それをごまかしてるのが楽しいっていう、苦しくなかったらごまかさなくてもいいから楽しめない、苦しくなかったらごまかさなくてもいいから楽しめない、そう、つまり欲を、欲はちっとも楽しくない、だから欲を満たす、欲が楽しいっていうためには絶対その前に罪悪を作らなくちゃいけない、うん、だから私たちはほんと迷ってる、苦しみのもとを作って楽しんでる、苦しくなった後にビールを飲むと美味しいみたいな、そう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 、うん、うん、今の例えていいね、まあいわゆるちょっと違う、ちょっと違うけど、まあ それで認識できるならいいと、ああうん、ああいや、うん、いや、これは僕の実感として、僕が通ってきた道として、はい、本当に欲が楽しい、僕は欲を捨てたくなかったの、ね、欲が楽しい、でも欲を楽しいっていうふうな気持ちを保つためには自分を本当に傷つけないと楽しめないの、で説法するとその傷が癒されるわけ、また傷つけるわけ、欲が楽しみたいから、そういうことを何度も繰り返してきたからよくわかるの、で僕も一応傷つけてるってことなんです、ね、そう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 、欲が楽しい、楽しみたいと思ってる限り、あれ具体的に何をしてるんでしたっけ、そういえば、あの傷つける、自分の心を傷つける、傷つけるっていう自覚がないじゃないですか、うん、だから自分の心を見ないとか、雑に扱うとか、見ないとか雑に扱う、うん、自分を大事にしないとか、え、抽象的すぎる、具体的に言うと、え、テレビ見てもいいですよね、ゲームやってもいいですよね、うん、テレビやってもいい、ゲームやってもいい、でも、ね、それを楽しむっていうことは、ね、自分の心を見ないで済むことが楽しいわけ、まあ理論としてはそうです、だから欲が楽しい、だから深堀さんの場合はね、もうすでに罪悪があるから苦しんでるわけ、で欲を満たせないと苦しくなってくる、はいね、それをごまかすために欲に流れる、うん、僕の場合は今度は説法すると罪悪が消えるんです、うん、もうその罪悪を作ってでも欲に流れようとする、うんうん、で僕はどうしたらいいんでしょう、どうしたらいいかっていうと、欲がつまらなくなるまで欲に流れたらいい、でもお酒飲みすぎると本当に命短くなりますそ, そこに出てくるじゃん、ほどほどがいいって、女の徹底的に欲を満たそうもうやめましょうよ、年も年なんだから、結構欲を満たすのにも体力必要だし、体を傷つけないと欲満たせないから、あと一個ですか、はい、その罪悪とは別にこう人間が持ってる自分の存在とか価値を認めてほしいって心はどうなんですか、それは結局自分の価値を認めてほしいっていう心は、ね、人から認めてもらうんじゃなくて、ね、自分
結局これは認めてほしい認めてほしいっていうふうに思うのは自分のね、自分の目が自分を向いてないからです。自分を向いたらその気持ちはグッと減ります。それは人間である限りも誰でもあるんですよね、そういうことって。誰でも自分のことほったらかしだから。仏教っていうのはいかに自分の心を見続けるかっていうことが大事なわけ。だからそのさっき言った存在価値っていうのは、それは人から認めてもらった方がいいかもしれんけど、うん、そういう人がいなければ自分で自分を見ることによっても何とかなる、うん、だから欲から離れることが必要になる、うん、欲から離れたら自分の心をずっと見ることができる。外に向いてるやつが外がなくなったら、そうそう、外が楽しくなくなるから、まあ、内側を見るしかないかっていうふうになる。見ようと思わなくても見えちゃう。そう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 、大丈夫ですか。徐々に減っていくから、徐々につまらなくなるから、よく大事にしてるというか、これ大切な残りのよく、ね、人類がその石炭や石油を大事にする有限な資源ですか、よくも本当にこうふんだんにこう味わうんじゃなくて、こうちょっとの欲を楽しむような、お酒もたくさん飲んだ欲を楽しむんじゃなくて、本当にこうほろ酔いぐらいを楽しむ、むさぼるんじゃなくて味わう欲を。そう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 、もっと味わってください。本当に噛みしめるよ、大丈夫、減っていきますから。本当に責めることがなくなったら本当に欲も楽しくなくなってきますから、うん、欲、本当欲ってさ、同じことも繰り返してたらだんだんあ、同じことやってるなっていうことが分かっちゃうから、うん、いやだからさっきも言いましたけど、楽しくなくなったら楽しみを求めるじゃないですか、うん、楽しみを求める、その新たなね、うん、その新たなものも慣れるわけ。それが苦しくないですか、そういう風になったら。苦しいのは、あ、まあそうなんですけど欲を満たせないから苦しいんじゃなくて、もともと苦しんでるから苦しいわけ。だからどっかでもう仕方ないって、もう溜まってた宿題やるかってなるわ。だからさっきも言いましたけど、もともと苦しいから苦しいっていうのは分かりますけど、その苦しみがなくなったら幸せになるんじゃなくて、自分の心を怪我してでも楽しみたい。そうなるんですそうなる。だからもうほんと、そもそも本当欲は楽しめないっていうふうに心底わからないと、そういうのは、僕の場合は欲が楽しい楽しいっていう状態で信じいただいちゃったから怪我してでもっていうのがあったけど、徐々に本当慣らしていく、水風呂に徐々に慣らしていく、水風呂の気持ちいいな。わかりました。はい、じゃあ終わりたいと。